パカヤは、グアテマラの首都グアテマラシティから南に 30km の距離にある安山岩や玄武岩で構成された複合式火山である。最初の噴火はおよそ2万3000年前で、スペインによる植民地時代の1565年から少なくとも23回の活動記録が残る、中央アメリカで最も活動的な火山である。 穏やかなストロンボリ式噴火が活動の中心だが、時には激しいプリニー式噴火を引き起こし、グアテマラシティにまで荒廃が及ぶこともある。パカヤ火山は、艦隊平を作り山体の内中央、アメリカ火山湖に位置している。約30万年ほど前からこの地では巨大な噴火活動が繰り返され、後のアマティトランコとなる巨大なカルデラが形成された。 約2万3000年前に最後のカルデラ噴火を終えた後、いくつか生まれた後カルデラ火山の中で最も大きな山体こそがこのパカヤ火山である。約1100年ほど前に巨大な山体崩壊を引き起こし、太平洋側に膨大な土砂を押し流して馬底形の火口が形成された。現在の山頂はその中に生まれた新たな中央火口球である。 現在でもほぼ毎日のように噴火を繰り返す、パカヤさんは人気の観光地でもあるが、その一方で近隣に被害を及ぼすこともある。1998年には1500から5000メートルの高さに噴煙が上がり、火山灰や溶岩を噴出した。2006年には山腹から溶岩流を流出させている。2010年5月27日、パカヤ火山は噴火を起こした。 20時間後にも強い噴火があり、放出された岩屑や火山灰が、中上に立ち上り、その高さは1500メートルにも及んだ。この噴火により、火山北西のグアテマラシティ、ラウロラ国際空港を含む多くの市街地に火山灰が降った。グアテマラ国家災害対策調整委員会は、近傍のコミュニティに対して、非常警報を宣言し、避難を勧告したものの、 噴火を最初にレポートした中の一人、後7のレポーターアニバル・アーチーラが火山暗雪によって死亡した。グアテマラ大統領、アルバロ・コロンは火山近隣における災害の国家宣言を行い、教育省はグアテマラ県、エスクイントラ県、サカテペケス県の学校を閉鎖した。さらに、この時期に発生した熱帯暴風雨,雨傘による激しい雨で緊急事態はさらに悪化。 火山泥流や地滑り、国中の広範囲での洪水などが生じた。しかしながら、コーヒー豆の栽培地で働く人々は、この嵐によってもたらされた雨が木に積もった火山灰を取り除いてくれたため、有益であったと考えている。ありがとうございます。